皆さんこんにちは、さくらビューティーストアです。今日はですね、ちょっと夏らしいバッグのご紹介をしたいと思います。さくらビューティーストアでは、2年くらい前からお取り扱いさせていただいてるんですけれども、ハウスオブアーレというベルギーの、ブランドのバッグになります。今日のバッグにですね、こういった感じですごく手の込んだ刺繍とか、あとアプリケがされてまして、なんかちょっとあまりこういった手の込んだカゴバッグって見ないじゃないですか。なのでとてもコレクターがいるほど毎年毎年こう出てくるコレクションを集めていらっしゃるファンの方もいらっしゃいます。もう本当に種類がたくさんいっぱいあって、可愛いですね、刺繍とか、またスパンコールがついていたりだとか、すごい毎年毎年デザインが出てくるのがとっても楽しみなブランドですね、こちら。まだインターネットの方とかでも販売しているところとか、店頭とかでもまだ販売しているところはすごくごく限られた少ないところになると思いますので、ぜひですね、こちらのハウスオブアーレのバッグチェックしてみてください。またですね、今ちょっと在庫こちら残ってるのがごくわずかになるんですけれども、結構四角くて物も入れやすい感じで、ざっくりとすごいたくさん大収納で荷物が入りますね。で、フットファスナーもついてますので中身が見えなくてすごくいいですね。結構カゴバッグって中身が見えちゃうので、やだなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ちゃんとこうカバーもついています。そしてすごく軽いですね。でなんかピクニックとかに持っていくのもいいと思いますし、あとはなんかお家の中で何か収納するのに使ってらっしゃる方とかもいらっしゃいます。あとはですね、こちらちょっとシンプルめのカゴバッグですね。こちらもハウスオブアーレになります。これショルダーになってまして、トウだとこの辺が引っかかるの心配される方いらっしゃると思うんですけど、すごいとても滑らかな表面になってますので、そういった心配も全くないと思います。中身をちょっとご覧になっていただきたいんですけど、ちゃんとこんな感じでファスナーのポケットと、あとは携帯入れとちっちゃいポケットもちゃんとついています。じゃあですね、夏のパーティーですとか、まあ、あとはオフィスとか、こういったちょっとカジュアルな感じだと会社とかオフィスには持っていけないなっていう方とかでも、こういった形のね、クラッチショルダーバッグでしたらオフィスの方とかでも全然問題なく、サブバッグとかと一緒に持っていっても OK だと思います。残りわずかになっておりますので、ハウスオブアーレ早めのチェックをお願いします。